ど6時45分現在の磐越道の道路情報をお知らせします。通行止めの情報です。いわき方面へ向かう西会津インターの先で事故があり、午後6時15分頃より磐越道いわき方向は西会津インターから磐越道会津磐越インターまでの区間で通行止めになっています。また新潟方面へ向かう会津磐越インターの先で乗用車1台が横転する事故があり、午後6時15分頃より磐越道新潟方向は会津磐越インターから磐越道西会津インターまでの区間で通行止めになっています。現在事故の調べと処理を行っています。通行止めのお知らせです。磐越道会津磐越インターから西会津インター間で工事のため6月22日から7月3日の平日20時から翌朝6時まで夜間通行止めを行います。安全運転でお出かけください。